戦が終わりました。結果は10番手で、Q2 に行くことができませんでした。僕が Q1 を担当して、練習ではすごいいい流れで2番手タイムだったんですが、ちょっと自分のミスもあり、うまくタイムが出せずに根本くんにつなげず、ショックです。明日は決勝の決勝に向いているタイヤだと思うので、頑張りたいと思います。おやすみ。